今回使った道具を説明しますけども、これが、45センチの長いスパイクですね。入信値がこのぐらいにあって、こうやって持つわけですね。一本ミスですけど、最長で6件ですね。下手の6件だ、6件か。ちょっと難しいかな。で、今回投げた刀っていうのはこれです。直刀ですね。長さはちょっと後で測っておきますけれども、重さと長さを記載しておきます。これが投げた直刀。違うの投げ方なんですけどね、まっすぐ投げる場合の。使った手裏剣は今回はこれですね、9ミリで、糸を重心の位置まで巻いた手裏剣、これを、使いました。
点だと、こんな感じで出るんですね。4回からちょっと待って、コントロールを気にしてまとめて1箇所に集めてみました。ちょっと1本失敗ですけど。